ということで、農学棟207教室にお邪魔しています。こちらでは何をしていらっしゃいますか？野菜市を開いています。どんな野菜がここでは売られているんでしょうか？5種類で、みかん、柿、大根、さつまいも、そしてヤーコン、はい、アンデス山脈のジャガイモと呼ばれるヤーコン売ってます。ヤーコンって私初めて聞いたんですけど、はい、どういった野菜になるんでしょうか？食物繊維が豊富で、まあ、じゃがいもと同じ海系あの塊の茎近くになるんですけど、はい、そんな感じで。なるほど、はい、実物はこれです。こちらがヤーコンだそうです。今日はもう大人気で、あ、もう売れちゃいまし た, しまた申し訳ないです。売れられなくて申し訳ないです。ごめんなさい。こちらのお野菜たちっていうのはどこから？あ、全部静岡大学附属農場フィールドセンターから、はい、仕入れました。皆さんが愛情込めて作った野菜が売られているってことですか？それは僕が愛情込めて売ります。なるほど、売り手も大事な要素ですよね、はい、この中でおすすめっていうのは？ちなみに僕らももちろんヤーコンですね。僕的には、はい、ヤーコンがおすすめだ。もう売れちゃって、はい、申し訳ない、本当申し訳ないです。分かった、皆さんに何かアピールをどうぞ。いや、もうアピールしなくてもここにはいっぱい人来ると思うんで、もうどんどん活気よくやっていきましょう。お願いします。以上、野菜市でした。